はい、皆さんこんにちは。パステル画家の辻啓太です。今回は回答動画ということで、インスタのフォロワーの方からいただいた質問に答えていきたいと思います。その質問というのは、オイルパステルで細かいところを描くにはどうしたらよいかというものです。結論から先に言うと、僕は色鉛筆を使っています。使い方は2つあります。1つは色鉛筆でパステルを伸ばす、もう1つは色鉛筆でパステルを削るです。この動画ではこの2つの方法を具体的に解説しています。色鉛筆というのはオイルパステルと非常に相性がいいと個人的に思っていて、色鉛筆を併用するようになってから僕自身表現の幅がすごく増えたと思っています。なので皆さんもこの動画を見てオイルパステルで細かいところを描けるようになっていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。はじめに星を描いていこうと思います。こういう形はオイルパステルで描くには結構難しいです。なので色鉛筆を使いながら描いていこうと思います。黄色を塗っていきます。色鉛筆は普通の油性色鉛筆で十分です。はじめにパステルを伸ばすやり方からやっていきます。このくらい塗ってから色鉛筆を使います。塗った色に近い色鉛筆を使います。先は少し丸まってるくらいの方がパステルを伸ばしやすいです。パステルを伸ばしながら線の縁の方を描きます。もう一度パステルを加えます。再び色鉛筆を使います。輪郭がシャープになりましたね。今度はわざとはみ出すように塗りました。次にパステルを削る方法をやってみます。背景に近い色の色鉛筆を使います。鉛筆の先は少し尖っている方が良いです。こんな感じで削り取ります。先についたパステルはティッシュで拭き取りましょう。はい、こんな感じです。たとえパステルがはみ出してもこんな感じであれば問題ないです。今度はひまわりを描きながら解説します。花びらを描くときに色鉛筆を使います。黄色を大雑把に塗った後、色鉛筆で整えるという感じです。
ここから緑の色鉛筆を使って花びらの周りを削っていきます。色鉛筆の先は尖っていた方が良いです。はい、こんな感じです。最後は猫を描きます。明るいグレーから塗っていきます。やはり大雑把な感じで大丈夫です。水茶色を入れます。色鉛筆を使ってパステルを伸ばします。先ほどよりも濃いグレーを入れます。こんな感じでパステルを塗った後に色鉛筆で整えるということを繰り返します。茶色の色鉛筆を使ってパステルを伸ばしながら模様も描いていきます。
かり部分にホワイトを入れます。模様もはっきりしてきましたね。耳と鼻にピンクを少し入れました。ピンクの色鉛筆で少し整えました。毛の部分を表現するためにわざと輪郭からはみ出して塗りました。色鉛筆を使って毛の感じを出していきます。白に持ち替えました。目は普通に黒の色鉛筆で描きました。最後にひげを描きました。これで完成です。いかがだったでしょうか。僕は普段の作品制作でもこんな感じで色鉛筆を使っています。皆さんの参考になれば幸いです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムやツイッターにも作品を投稿しています。概要欄からどうぞ。